さあ今度は石井智弘がそれに応える番です。金丸対石井、どっちか、真正面か、それとも横か。あフェイントに引っかかった金丸由伸。こういうフェイント使ってくるのは石井選手やっぱ器用ですよね。ですよね。ああいう誘いに、ね、引っかかる金丸選手というのはかなりレアです。今度は真正面。そしてこのパワー、変化球と超ストレートの高速球ですね。はい、このバランスは非常に対応しにくいですね、さすがの金丸選手でも。で金丸選手はやはりジュニアじゃないですか、はい、石井選手の攻撃はまともになるべくもらいたくないですよね。もちろんそうですね、もうダメージがねガクンと大きいのにもらってしまいますから、はい、いかにやはり石井智弘の攻撃をもらわずに自分が攻め続けるか、そこが金丸のポイントです。